駅名表。駅名表とは、鉄道駅において、自駅名を記した、識別系案内標識である。駅名版とも呼ばれる。日本の駅名表は、自駅名を中央に大きく配し、左右に両隣の駅名を小さく表記したデザインを基本と、する。鳥居状に組んだ木製の支柱に板をはめ込み、白地に黒で、ひらがなの駅名を毛筆体で記して、検釈したものが原型。 国鉄時代に、スミマルゴシック体と呼ばれる統一書体が制定された。この書体は、JR 加護に JR 東海が半権を所有しており、JR 北海道の柱用駅名標で使われているほか、デザインを一部修正したものが、JR 東海でも用いられている。1964年に開業した東海道新幹線では、 在来線とは異なり独自仕様の駅名表を採用した。在来線の駅名表と比較して横長となり、また住丸ック体による漢字とローマ字表記ものみとし、ひらがな表記を省略し、隣駅の表示も廃止した。その後1972年に開業した山陽新幹線での駅名表はそれを発展させ、漢字とローマ字表記のみという点は同じだが、横長のものから、 国鉄標準のものとほぼ同様の大きさに変更し、隣駅が併記されるようになった。しかし、東北、上越新幹線以降は、新幹線独自の駅名表は採用されず、東海道新幹線も1970年代後半頃から、山陽新幹線では1980年代中頃の国鉄末期より、在来線や東北、上越新幹線以降で採用された、様式。 隣駅入りの国鉄標準に順次交換された。JR カゴは JR 各社が独自の様式の駅名標を採用した。JR 東海では基本は国鉄時代のデザインのまま、1987年11月から在来線では自駅のローマ字部分のみ、コーポレートカラーのオレンジ式体を入れ始めた。その他の JR 各社では1990年代半ばに かけて、敷体を排した独自の駅名表デザイン制定が相次いだ。国鉄の駅名表に関する規定の内容は時期によって大きく異なるが、最終的に鉄道掲示基準規定1986年3月改正の時点で以下のような分類となっていた。駅名表屋外用、駅の入り口上部に、形質から大きさは適宜ホーム用。 国鉄では柱用駅名標はひらがな縦書きで根字に白地を基本とした期間が長かった。ひらがなの書体は時期によって新旧の違いがある。JR 北海道は現在も在来線では国鉄の隅丸コシック書体を用いており、北海道新幹線を含む柱用駅名標で札幌ビールの広告が掲載されている。 一部の事業者では下に新聞社などの広告が入る、東武鉄道など。JR 及び、私鉄の駅名標の多くは、会社や、線区などを象徴する式体に、列車の進行方向を示す矢印などを組み合わせたり、帯を枝分かれさせて、分岐器を示すなどのデザインを採用している。JR 東海の在来線、JR 四国、JR 九州、東武鉄道などでは、 国鉄工期の規定に合わせ、自駅の所在地、都道府県、市区町村名の表記を続けている。自駅名の表記は、明治期以降、長らくひらがな表記が主だったが、一部の駅名表では、過読性の高さを理由に漢字を大きく表記するケースが現れた。さらに JR 西日本、JR 四国が漢字中心のデザインとしたほか、当初ひらがなを、 主としたデザインを制定した JR 東日本でも首都圏や地方都市圏で漢字を大きくした新デザイン駅名表への切り替えを進めている。また駅名表に中国語や朝鮮語を併記するケースも現れている。うん、JR 東日本の一部支社や JR 西日本境港線、JR 九州第三セクター各社では観光客にアピールするために駅名表に 名所のイラストや写真などの装飾を施す、オリジナルデザインも見られ。中国国鉄の高速鉄道駅の駅名表では、中国語と英語で駅名が表記されている。ただし、ドイツの駅名表と同じ、その駅名のみ記載し、両隣の駅名もキロメートルもない。一方、在来線の駅では中国語とピンインで駅名が表記、それで、両隣の駅名も記されている。 また、各民族自治区にある、駅名表は、当該自治区の自治民族の言語による表記も入る。台湾鉄路管理局の駅名表は、基本的なフォーマットは、自駅の名前が、中央に、大きく、さらに左右のもとに、両隣の駅名及び、キロメートルが小さく書かれている。交通部台湾鉄路管理局の所属ではなく有山、森林鉄路の駅名表、海抜もある。 早雲うと、台湾だか鉄は、両隣の駅名のある、駅名表がなく、路線図だけある。韓国の駅名表は、一般的にハングルや、英語表記とともに、韓国の漢字が併記されている。ただし、駅名に固有語や外来語など漢字で、表記できない部分が含まれる場合、省略されるか、ハングル漢字混じり文で表記する、例、か山デジタル団地駅、か、固有語。 外来語部分を漢字に翻訳する、例、西大谷五駅、ことで対応している。近年、急増する外国人観光客への対応として、日本語や中国語を併記する駅名表が地下鉄を中心に増えている。富山交通公社では、1号線、4号線の全駅と2号線、3号線の一部の駅に、おい、朝鮮語、英語、日本語、新字体。 漢字表記がない場合はカタカナ、中国語、関体アザ、日本語とほぼ同一の場合は省略。漢字表記がない場合は、当て字で表記された、駅名表が設置されている。代わりに、韓国漢字の表示はなくなっている。ソウル地下鉄や、首都圏電鉄の、角路線、広域電鉄東海線においても、2014年以降に設置、更新された、駅名表では、朝鮮を、 英語、中国語、タイアザ、日本語、カタカナでの表記が行われいる。また、2015年以降は既存の駅名表にステッカーを貼る形で中国語、日本語対応とする駅も見られる。また、ソウル特別市が管轄するソウル地下鉄の各路線においては、サインシステムとともに、ソウル市が制定したフォントのソウル南山帯が使われた駅名表への置き換えが進んでいる。 首都圏電鉄や都市鉄道においては、駅ナンバリングも行われており、駅名標にも表記されているが、隣駅表示については、日本と異なり全駅にも表記されているものが多い。ヨーロッパの駅名標は、駅舎として、屋根を有する建物がある場合には、天井から吊るされている場合が多い。駅名標の文字は大きいものの両隣の駅名が、表示されていることは、ほとんどない。 ドイツイギリスなどでは、両隣の駅名及びキロメートルは載っておらず、駅名のみ記載されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。